うちの会社はですね、四国の、愛媛県四国中央市にありまして、この地域は古くから、紙の産業、製紙工場とか、その紙加工品とかに関わる工場がたくさんあるところで、もともと、商店とか、店舗用のひさしとかね、そういうところに、テント生地を使って雨よけとか、日よけとか、そういう、仕事をやるのが家業だったんですけど、こういう工場向けに、いろいろ最近防虫対策とか、ほこりをよけたりっていうクリーンルームとか、その膜材を使って、お仕事のお役に立てるっていうような仕事が増えてきまして。このルーシェードっていうのも結局そういう暑さ対策とか、作業する環境を整えるっていう意味で、同じようなコンセプトで取り組んでいけるので、今後こういう省エネ商材、こういうものに力を入れていけたらなっていうことで、今全国に広めていけるように、展示会とか、広報活動なんかも、頑張ってやっていっていると、そういうところです。最近夏場のね、気温の上昇とかが大変問題になってまして、一般的な飲食店の店舗さんだとか、コンビニエンスストアとかね、倉庫とか工場なんかの室温がかなり高い、状態にあると。で、工場なんかだと、工場の、工員さんとかがね、やっぱり夏場非常に厳しい状況で作業されてて、熱中症だとかそういう問題が大変今社会問題になってます。で、倉庫なんかでもやっぱお客さんから預かった大事な荷物なんかがやっぱり変質してしまったりっていう、責任問題にもなりかねないっていう、事態になってまして、なんとか強制的に冷房とかね、空調設備で冷やすっていうのも、もちろんあるんですけど、それだけでは電気料金の、高騰もありますし、最近ね、省エネとかそういう問題もありますんで、なんとかそういうエネルギーを使わずに室内が熱くならないような、そういう商品を、今まで自分の培ってきた技術でできないかっていうことで、この商品を開発させていただきました。工場とか店舗によく使われている一般的に言う折半屋根、これ専用の、遮熱商品になるんですけど、この鉄板でできた折半屋根っていうのは夏場非常に高温になりがちなんですね。実際本当に暑い時になるとマックス80度ぐらいの熱を持ちます。そうなると当然屋内っていうのがもう非常に暑い状態になってしまうので、やっぱり冷房の効率が悪かったり、冷房が入ってない場所でも、作業員さんの方が非常に暑さで、しんどい思いされるという状況が今いろんなところで問題になってます。この細幅のシートをジグザグに固定していくことで、上から見ると完全に遮光、影にしてるんですけど、ちょっと斜めから覗いてもらうと三角のこう色たくさん隙間ができてると思うんですけど、あの隙間を作るのが一番の特徴で、上からは完全遮光で、実は隙間だらけで、風通しのいい状態を作ることで、中に熱のこもるのを防ぐ、熱だまりをなくすっていう、こういう工夫がされているのが一番の特徴です。
あの日向の部分と日陰の部分で最大、まあここで実際測定もやってるんですけど、26度ぐらいの表面温度の差が、できます。で、まあ、表面で26度下がるとなると室温でもまあ4度とか5度とかの低減が望まれる場合もあります。室内でですね、あの例えば4度下がるとなるとやっぱり作業効率とかで、まあ、倉庫なんかで行くと中で預かっているものの変質とかを非常に防ぐのに役立つことができます。まあお客さんによく聞かれることの一つに、まあ、強度の問題、まあ、台風で大丈夫なのかで、あとはまあ積雪ですね、まあその2つなんかは実際に、2018年の大阪の台風とか、新潟の長岡の積雪、まあ、これは 1.4 メーターとかそういう厳しい自然条件のところでも実際の耐えうるという、まあ、実証、まあ、した現場もありますので、まあ、そういう強度面にも非常に、信頼を受ける製品となっています。最近もう一つメリットとしてですね、ゲリラ雷雨とか、すごい雨粒 の雨が急に降ることがあって、その雨音がね非常に大きくて、中でこう事務作業とかしてる時に会話ができないっていう苦情がある場合もあるんですけど、このルーフシェードをつけるとその雨音の軽減っていう、まあ、メリットもあります。で、必然的に、まあ、紫外線から屋根を守ってるんで、まあ、屋根 の表面の保護にもなりますし、まあ、もう一つ最近ね、氷とかの被害とかも聞くようになったんですけど、実際屋根の表面に大きい氷の粒が落ちるよりは、こういうシートがクッションになって、そういう意味での屋根の保護っていうのにも役立てるんじゃないかなと最近思ってます。はい、やっぱり最近エネルギー、まあ、ガスだとか原油の高騰で、まあ、原発が止まっていることでの電力不足、まあ、そういう意味で、まあ、今年なんか特に問い合わせとか展示会なんかでもお客さんの、まあ、なんていうか食いつきというのが違うなっていうのをだいぶ感じてますね。まあ年々とにかく暑くなってるんで、まあ、その暑さをなんとかしたいってお客さんがもう増えているのは当然なんでね、とにかくエネルギーを少しでも使わずに少しでも涼しい状態を作る。で、エアコンをかけるのでもやっぱり少しでもエネルギーを使わない、節約しながらよく冷える状況を作るっていうのを希望されているお客さんが増えてます。一番比較される、まあ、対象がですね、遮熱塗料が多いです。で、まあ、ルーフシェードと遮熱塗料の、まあ、大きな違いっていうのは何点かあります。で、まあ、先ほどから言ってるようにルーフシェードっていうのは、まあ、日陰を作る、まあ、涼しい状態を屋根の上に作るっていうのが最大のコンセプトであるんですけど、遮熱塗料っていうのはいわゆる広反射塗料っていうのが一般的なんです。で、広反射塗料っていうのは結局表面が、まあ、年数経つと汚れてくると、その広反射っていう部分がどん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 失われていってしまって、その遮熱塗料っていう役目っていうのがね、長持ちしないっていうのが、まあ、一番比較できるところかなと思います。で、ルーシェードはこのシェードの部分、影を作る部分が飛んでいかない限り、なくならない限り、その高い初期効果っていうのが、まあ、永遠に続く、まあ、多少表面が汚れてきても、まあ、その影を作るっていう機能は失われないので、
そういう意味では遮熱効果の、まあ、長さ、続く長さっていうのが一番の違い、特徴でもあります。で、あとはその二重に屋根を重ねて中に断熱材を挟む、まあ、二重折半っていう断熱工法もあるんですけど、これは特にあの重量の問題があって、あの最初に建てたその構造計算とかの鉄骨で二重に屋根を乗せられない、その荷重に耐えられないっていう現場もあります。で、ルーシェードっていうのはこれ1平米あたり 1.2 キロしかないので、あのどんな季節の屋根でも、まあ、そういう重量の問題っていうのは起こり得ない、まあ、どういう現場にも対応できるっていうのが特徴です。で、二重折半っていうのは、まあ、断熱工法であって、あの屋根と屋根の間の断熱材に熱をこう蓄熱、ため込んでしまうっていうデメリットもあります。で、これはまあ一旦その熱は外からは伝わりにくくするんですけど、一旦溜め込んだ熱が徐々にこう涼しくなった時間帯でも、まあ内側に放射してしまう、まあ、魔法瓶のような効果もありますので、そういう意味であの断熱と遮熱っていう違いをまあ認識していただいて、あの使い分けていただく、そこら辺が大事だと思います。あの二重折半とかを工事するとなると大きな重機とか、必要になりますし、まあ、安全対策、周りの足場とかね、費用も非常にかさんできます。で、当然あの手間暇も、全然ルーフシェードのが工事が簡素化されているので、短期であの終わってしまうという特徴もあります。これは当然あの工事費全体の、まあ、あの費用を抑えるっていう、まあ特徴もありますので、あのこの工事を簡素化してるっていうのも、まあ、実際今この屋根であの説明させていただきますと、このルーシェードの構成部品っていうのはこのスクリーン、細幅のメッシュシートとそれを固定するこのグリッパー、この2つだけです。で、こういう折半、いわゆるあの金属製 の, あの折った屋根、これがあの今の鉄骨の建築物にほとんど採用されているんですけど、このジョイント部分、屋根の頭頂部分のハゼの部分を利用して、ここをもう直接スクリーンを置いて、このグリッパーをかぶせて、この専用の締める道具で圧着して止めていく。もうこれだけで固定が完了してます。で、この作業を1メーターおきに、まあ、粛々と連続して続けていくと。こういう工事を簡素化することによって、工事費用、まあ、工事期間の短縮で工事費用の圧縮が可能になっています。で、まあ、最大、まあ、1日職人さんが、1人で150平米ぐらいの工事が完了することができますので、工期の短縮、まあ、あの工場なんかではお休みの日にも1日で大きい現場をやってしまうと、まあ、施主さんに現場迷惑かけないような、そういうメリットもあります。これまではですね、瀬戸内地域とか東海地域とか、まあ、太平洋沿岸、まあ、九州地方とかね、そういう地区に特にご愛用いただいてたんですけど、新潟とかの事例もありまして、積雪地域にも対応できるということで、これからは日本海側、雪の心配の多いところ、そこにも積極的に打っていきたいなって思ってます。で、積雪地域っていうのは冬場の、まあ、そういうエネルギー使用量っていう
いうのも、まあ、非常にウエイトが多いって聞いてますんで、この商品はその雪を積むことで鎌倉効果っていうのを起こして、そういう冬場の、まあ、断熱にも、まあ、お手伝いできると。で、夏場の暑さも冬場のその寒さもしのげるってことで、特にこれからそういう寒い地域、まあ、雪が降る地域、そういうところにもどんどん進めていきたいなと思っています。それとあと、まあ、海外ですね、東南アジアとか、まあ、こちらも年中暑い地域、そういうところはまあ年間通してお役に立てると思うんで、積極的にそういう海外にも売っていきたいなっていうことも今考えています。色の問題とか例えば色の組み合わせとかね、それでまあ遮熱効果が上がるんであればっていうことで、今考えているのがその表の色は白の、まあ、高反射のままで、裏をこう黒い色とかとツートンとかいうふうな改良なんかしたらどうかなっていうふうな思いつきがありまして、実際その今あるものに裏の面に、まあ、スプレーなんかで黒を作ってみて、実際に暴露試験してみたら、現在のものよりやっぱり遮熱効果が3度ぐらい、効果が出たとか、そういう事例もありますので、今後そういう色によっての、まあ、効果を上げるというような検討も引き続きやってます。で、現在やっぱり耐久年数がですね、10年から15年というふうに言ってるんですけど、まあこれからは健在であるっていう意識を持って、やっぱりその20年とか30年とか屋根材と同等に、まあ耐久性のあるもの、そういうもの製品をまあ作っていけたらなっていうふうな展望は持ってます。今まで今テントの仕事をやってるんで、膜材を使って、そういう虫防虫対策とか、まあホコリが入らないような防塵対策、クリーンルームとかですね、いろんなものを環境を整えるような仕事をやってきたんですけど、今回このルーシェードで、地球温暖化とか節電とかそういうものに、貢献できるという商品に巡り合いましたので、今後、まあ、このルーシェードをどんどん日本中、まあ、できれば東南アジアとかそういう暑い環境で、仕事されている方のお役に立てたらなと、そういう希望は持って今取り組んでやっていってます。